はい。それでは、オープンキャンパスにお越しの生徒の皆さん、保護者の皆さん、関係の皆さん、こんにちは。私、教育学部長の村松と申します。よろしくお願いします。今日はですね、オープンキャンパスに先立ちまして、本学の紹介を私の方からちょっと簡単にさせていただければと思います。ぜひ、詳しくはこの後の説明もよろしくお願いします。はい。私どもですね、今日お話しするのは5つのおすすめポイントということで用意させていただきました。これら5つ目おすすめポイントを順番にせ、あの、説明していきたいと思います。その前にですね、本日お手元の資料で、こういったね、教育学部の様子を紹介して、このようにコンパクトにまとめた資料のフライヤーがあるかと思います。例えば、来年度からスタートする地域枠入試の話とか、前期の入試の面接についての話、それからこの後紹介させていただきます、いろんな新しい、教育、そして高校生の皆さんが大学の授業を先取りで履修できる、で大学入学したらそのまま単位になりますよ。こういうような先取り履修制度、こんなの紹介もしています。またぜひね、この辺はご覧ください。では、5つのポイントを順に説明いたします。まず1点目でございます。素晴らしいロケーションですね。教育学部、こちらにございますけども、皆さんご存知のようにですね、こちらの方には国宝の善光寺、もうすぐ近くでありますお散歩コースでございます。ここら辺のね、それぞれの参道なんかにもいろんなお店があって、とてもいい感じなんですけども、そういった、善光寺、ここまでもすぐだったり、周りも本当に山々綺麗でございますね。この冬のアルプスなんかも本当に綺麗に見えます。で、そういったこのロケーションですね、自然豊かで、そして観光地にもある、このロケーションになります。また、学部内もいろいろいいものがあるんですね。このレンガのこの建物ですけど、通称赤レンガ館と呼んでますけども、これはここにありますね、登録有形文化財というね、非常に歴史的なに価値のある建物なんですね。これが学部内にありまして、これを整備しました。同窓会とかでもね、のお家かなんか使って整備して、その会館でも使っております。で、この中ではですね、ちょうどこれご覧いただく音楽教育コースの皆さんが、この中でコンサートを開いていただきますけど、こういったようないろんなイベントにも使う。文化祭の中でこういったイベントが使えるなんて、なかなか素敵ですよね。こういったような様々素敵なロケーション、おすすめポイントの1個目でございます。はい。続きまして、臨床の地と ICT 活用指導力。すでにもうね、学部のいろんな様子ご覧になって、臨床の地、これは子どもたちとか学校のね、そういう現場で学んでいく、これを私どもね、世に売り通しております。そして、理論と実践をね、応換しながら学んで、これ臨床の地と呼んでますけども、こういうものを1年生段階から授業を積み重ねてきております。ですね。そして、この特に特徴的な教育実習ですね。これ、2年前までは、4年生と3年生と2つに分かれておりました。ですが、昨年からもう3年生でバッと集中的にやれるように変更したんですね。これ、昨今のニュースでもご存知でしょうかね。採用試験がどんどん早まっているということがありますよね。で、そうすると、教育実習がまだ終えてないのに採用試験になっちゃうとか、もう教育実習終えたらすぐ採用試験になっちゃう。これも大変ですよね。でも、私どもの学部では3年生で全部こういうのを完了できるので、こういうのは早期化へも十分余裕を持って対応できます。そして、もう一つは、最近もう小中学生が一人一台端末、ギガスクールなんてお聞きになりますかね。こういうようなのに対して、もう全国的にもトップレベルのこういう ICT 活用指導力を育てる教育、こういうものをやっております。で、ここにありますように、教育実習の中でも ICT を活用した事業、こういうものを必修でやることによってですね、無理なく、そして、実際に学校現場ともリンクしながら学ぶことができると。で、こういったか、私どもの、ICT 活用のいろんな事業に関してはですね、これは Google さんですね、検索の。Google さんの、教育イベントで、私ども先生方が登壇して、紹介したんですけども、大学におけるカリキュラムということで、私どもの学部のこの ICT 教育科目、これ非常に注目されてまして、そういうものがネットでも見れるので、これぜひね、検索して見てみてください。これ紹介してあります。それから、昨年度末に出たのが、この ICT を使いこなす教員養成講座、ドーンってことで本を出しました。で、これは、奥がここにありますように、教育実習でのクラウド活用のために、小学校、中学校、特別支援、5つの付属学校、全部が協力してくれて、そして教育学部と付属学校とで共同で執筆で本を出した。これ他には例がないんですね。はい。書店やアマゾンで好評発売中であります。ぜひ、今日からですね、アマゾンでチェックしていただいて、ポチッとしてもらえると、あ、学部でこんなことやってるんだっていうのができる。
これ今全国のところで広がっております。ですので私たちの学部の取り組みを今全国に向けて発信しているところでございます。さあ、それからですね、今あのね、教職、ね、先生方の仕事大変だなんていうことも聞きますけども、そういった教職の魅力を取り戻すために、付属学校での働き方が今後の、急速に進めております。まあ、先ほどの ICT と連動するような形で DX を、公務の DX、こういうものをどんどんやっておりまして、昨年度は文部科学省のこの予算をいただいてですね、付属学校での DX、こういうものを進めて、それのフォーラムなんかもこれ、これ YouTube でも配信されておりますので、こちらもぜひご覧ください。まあ、こういう形で学校現場そのものも変えていく。で、付属学校での働き方改革、これをいろんなところに広めていきたい。そういうことで教職の魅力を取り戻す、こんなことにも取り組んでいます。3つ目のポイントですね、新しい学びに挑戦ということですね。皆さん、STEAM 教育ってお聞きになったことありますかね。サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、アート、マスマティックス、こういうようにいろんなこう教科のことを横断して学ぶ、そして統合的に学んで問題解決に取り組む、これ今世界的に取り組まれているんですね。でところが教員免許は皆さんもね、学部のことを見てやったように、この教科ごとに全部作られてますよね。小学校は全部だったりもするんですけど、そうするとなかなかこういった教科を横断するような学びとか新しい学びってのはすぐに対応できないんですね。で、そういうようなものを踏まえて、私どもはこう新しい学びにも挑戦できるようなこの STEAM 教育認定プログラムっていうのを今年度にスタートしました。で、これも無理なく取れるようにですね、新しい設定する授業は最小限にして、既存のいろんな免許科目の授業をこういう新しい内容を取り入れてバージョンアップしていく。そしてそのプログラムの認定証を授与するというこんな方向で今進めている。これは1年生の後期でこれからスタートします STEAM 教育概論ですけども、特徴的には見ていただいているのがですね、全コースの先生方、これが関わっていろんなお話をしてくれるんですね。だから特定の教科でなんとかじゃないんですね。全部の学部全体でこういうことを考えようっていうのを取り組んでいます。そして ICT で著名な先生を呼んだりとか、一押しはこちらの五十嵐先生とかですね、サイエンスエンターテイナーって書いてあるんですけど、一言で言うと女性版よ、伝次郎先生みたいな感じで、踊りながら科学実験とかいろいろやってくれるんですけども、音楽の特任准教授としてですね、実際にこういったサイエンスのエンターテイナーのこの部分を見せていただきながら、どうやってこういうサイエンスコミュニケーション、こういうものを教育の中とリンクさせていくのか、そんな授業、これ非常に楽しみなね、授業、こんなのも展開しております。教職への支援も様々展開してますね。教育実習の中で実習生と付属校の先生が悩みについて相談したりとか、現職の先生のお話をいただく、こんなようなこともいろいろ展開していますね。そしてこう、教職っていう仕事そのものについても理解してもらえる、ね、決してこうね、今マスコミで言うのはネガティブな話だけではない、そして今どうやってそれを改善に向かっていくのか、そんな話も、それからこんなのですね、元タカラジェンヌから学ぶってこと、明石麗馬さんっていうね、長野出身で、でもう10年近くこの宝塚でやられた方で、この宝ジェンヌの明石さんをお呼びして面接力向上セミナーという普通のちょっとしたねセミナーとまた違った角度、こんなこともね取り組んだりしています。それから4つ目のポイントですね、多様な領域の先生方と多様な学び、これ詳しくはぜひね QR コードのところに置きましたこの研究紹介っていうのをご覧いただけるといいと思うんですけども、私どもの学部ってのは言ってみるとミニ総合大学みたいなもので、こういうようにですね、多様な領域の先生方が多様な研究をしてるんですね。本当にこういろんな、こんなことやってるんだ、そういうのが たくさんあります。そういった、多様な先生方からの多様な研究、そういうところからぜひ学んでもらえたらなというふうにも思っています。5つ目のおすすめポイント、学生の皆さんの自主的取り組みを支援するということで、昨年からスタートしますエデュケーショナルチャレンジ、これはですね、学生皆さんが教育についてこんなこと取り組みたいっていうのを申請してもらって、それが採択されたら1件最大10万円補助しましょうっていうプロジェクトですね。昨年もこんなふうに教育 YouTuber になるとか、子どもたちとワークショップとか、ラオスに行って海外と展開するとか、いろんなことがございました。これもね面白いですね、いろんなプログラムがあります。今年もですね7件採択されました。で、今回 ね、評価高かったものとして、病院で長期入院をしている子どもたちを支援する、これなかなか学部でもそういうようなことってできてない、
そういうようなことをやろうとするね、こういう学生プロジェクト、こんなのもございました。こんなことをたまたまで展開しています。他にもですね、こんな様子をいろんな公式のツイッター、いろんなことを紹介しておりますね。このように音楽の皆さんがこうコンサートしたり、こうね、学生の皆さんが花壇の整備している、あるいは長野中で、チャット GPT で授業しているか、教育実習をやりました。それから、留学にもいろんな展開しているんです。その留学生を長野省で受けて教育実習をしたり、学部でもやったっていうね、これ、スウェーデンのウプサラ大学から。まあ、こういったね、留学関係の対応もしています。こんなの含めてですね、もちろんインスタなども展開しておりますね。こういうようなところでいろんなぜひ情報も見てもらえればと思います。こういったものを見ながら、皆さんの、音楽部へのより関心を高めていただければと思います。今日はぜひいろいろご覧になってください。私の方からは以上です。